いっぱい来てる。じゃあ読んでみましょう。打って守って投げられれば野球はできると思います。でもしっかり挨拶しろとよく言われます。その意味がよくわかりません。タイプ的にはこの子寄りだったと思う。自分で理解をして納得をして初めて行動に移れる。すごく純粋だよね。行ってみますか。イチローポスト。一番下手だったら僕許さないです。